んこんにちは、藤楽です。よろしくお願いいたします。今回はなんとこちらの映像からわかるでしょうか、 in USA に来ました。ということでロコキッチン全国ツアー in アメリカ編を今回はお届けしたいと思います。はい、今私がコツコツと歩いているのはですね、はい、Airbnb というサイトで見つけましたお家です。こちらを借りてレッスン会場として使っていきたいと思います。私がお邪魔したのはラスベガスということで、はい、ロコキッチン全国レッスンツアー in USA ラスベガス編をお届けしたいと思います。すごく暑い地域になります。ちょっと砂漠っぽい地域ですね。はい、Airbnb という民泊のサイトで借りました。今回ルームツアーをしていきたいと思います。はい、どうでしょう、すごく広いお家になっています。こんな可愛いお家をですね、なんと丸ごと一軒借りることができるんですね。はい、日本というのはだいたいなんか宿泊となるとホテルとか旅館とかそういうイメージなんですけども、海外に行くとですね、あの家を使っていいですよというようなですねサービス Airbnb というのがあります。それで私はですねキッチン付きのお家、そしてあの生徒さんが泊まるということなので、生徒さんも一緒にお泊まりできるちょっと大きめのお家を借りることにしました。こちらキッチンですね、上は電子レンジで下がはいこんな感じの大きなオーブンになっています。まあ、なんで大きなオーブンかというとですね、あの七面鳥を焼くサンクスギビングという日があるんですね、アメリカには。なので鳥が丸々1個入る大きさのオーブンが必要らしいですね。そしてアメリカ人はですね必ず食洗機を使うんだよということで、どの家庭にもほとんど食洗機がついてるみたいです。私の生徒さんからねちょっと聞いたんですけども、何でしょうね、洗濯とかあとは洗い物とかをしていると、君は水で遊ぶのが好きなのかいみたいなことを言われるみたいなんですね。家事とか掃除をするっていう文化がそもそもアメリカにはないので、こういった機械に任せるというのがあの当たり前の、はい、ことらしいですよ。ということで2階に上がってみましょう。2階はですねゲストルームになっております。1階もねゲストルームもあるんですよ。アメリカなんで靴ですね。はい、あの1回脱いでね部屋中歩き回ったら足の裏が真っ黒になりました。やっぱりアメリカはね靴なんでしょうね。はい、2階に上がるとですねみんながくつろげるまたテレビがある部屋がありました。すごい素敵ですよね。全部がですねやっぱり日本と違うのはサイズが大きいです。やっぱり皆さん体格が大きい方もいらっしゃるので、全てにおいてビッグサイズでしたね。天井も高いしドアも大きいし全部間取りが大きいなって感じました。はい、そして私がですね寝泊まりした部屋にご案内します。はい、こちらですね、めっちゃ可愛くないですか。なんかこうここの家主さんのセンスに私感動しました。節水だーっていうね、こうやって来たらですねあの綺麗にベッドメイクしてて、わー可愛いと思ったらこんなに大きな鏡がなんとありまして、はい、あの私この後あの浴衣を着ることになるんですけども、鏡あるかな、足元まで映る鏡あるかなと思ってきたらですね、まあまあ本当に大きな鏡があって、あすごいなって思いましたね。はい、こんな感じでお部屋があって、なんとお風呂もトイレも部屋の中に一緒についてるんですね。あのついてない部屋もあるんですけども、まあ、ゲストルームだったりするとあの一緒にセットでついてることがあります。はい、お風呂があってシャワーの部屋もあって洗面台もあってトイレもあって、はい、そしてクローゼットもあってベッドルームもあるという形ですね。ベッドルームが何個あったのかな、5つぐらいありましたね。はい、生徒さんとも一緒に寝泊まりしたのでこちらを借りました。朝はフルーツを食べて、そして近所の、あのカフェに行ってベーグルとかを食べて、はい、楽しいねあのラスベガスの生活をさせていただきました。はい、こんなねちっちゃな生徒さんも来てくれたんですよ。めちゃめちゃ可愛かったです。奥さんが日本の方で、そしてあの外国の方とご結婚されて、はい、ハーフのね子供だったんですけど、ずっとトーマス見てるんですよ。もう可愛くて可愛くて、はい、そして
てお昼ご飯はセットさんと一緒に食べたり、そしてシフォンケーキをずっと焼いたりして、はい、なんかこういつもだったら LINE だけでやり取りしてたりとか YouTube のコメントでやり取りしている方と直接会って話ができるって本当に私もなんか幸せな仕事をさせてもらってるなって実感しました。会えて本当に良かったです。そしてやっぱりラスベガスに来たらここ行くべきですよね。はい、ということでカジノに行ってまいりました。セットさんとね、ラスベガス の, 有名な写真を撮るスポットでまずは写真撮って、こちらはですね有名なホテルの前に、はい、こんな感じで噴水ショーが15分ごとにあるんですよね。本当にこうお金が有り余ってんなってすごい思いましたよね。曲もですね毎回曲が変わるんですよ。私が見た時は結構激しめのダンスができそうな曲だったんですけど、ムーディーの曲が流れたりとか、ラテン系の曲が流れたりとか、その曲に合わせてみんなが踊ったりとかして、もう本当に日本にない光景でした。はい、街もですねもうなんて言ったらいいでしょうね、大阪のね USJ ってわかりますか、USJ がすんごくなった感じ。はい、まあ、こっちが本場なんですけど、まあ、USJ みたいって言いながら来ました。はい、すごくね派手だったんですよ。街中がもう本当になんかみんながねこう大人になってもこう楽しんでる、まあ、大きななんかこうゲームセンターみたいな感じですよね。はい、まあ、なので私のイメージはこうカジノっていうとこうドレスアップしていくとこかなと思ったんですけど、誰でも入れる感じのとこでしたよ。街にはこんな派手なねお姉さんも歩いてまして、はい、一緒に写真撮ろうとか言われるんですけどね、お金がかかっちゃうのでね、皆さんもラスベガス行って派手なお姉さんと写真撮ったらお金いっぱい取られるんで気をつけてくださいね。はい、ね、本当にこれねカジノの中なんですよ。結構ねカジノっていうとこう本当になんかシャンパン片手にワイン片手にドレスアップしてみたいなイメージだったんですけどね、私もそうじゃなくて結構ラフな感じで行ける、本当にゲームセンターの大きな大人が遊ぶっていう感じのとこでした。お土産屋さんもあって全部が派手でしたね。でショッピングモールも併設しててこんな感じで大きくラブって書いてるとこもあって、はい、そしてこちらついにカジノに来てしまいました。今日はこちらのお金を持ってですね、私今から億万長者になるので乞うご期待。では行ってまいります。このね、私なんでスロットしたかったかっていうと、はい、これです。ガチャンってやりたかっただけなんですよ。はい、ガチャンってやりたくって、はい、見事に外すんですけども、どうも私運がなくってですね、はい、持ってたお金をですねたった数分で全額なくしましたね。はい、で今やってるのはマネージャーなんですけども、はい、マネージャーがねなんとですね当てたんですよ。みんなでおーって言ってスロット当てちゃったんですよ。はい、はい、ということでカジノで遊んできたんですけど、なんと勝ちましたよ皆さん。ですね、50が80に増えました。まあ一問なしにならなかったんで良かったかなと思います。それでは換金してきます。でもギャンブルは性格的に向いてないんで、もう帰りたいと思います。はい、帰ります。5000円かけて8000円に増えて、もうそれ以上やるのは怖いということでやめました。はい、最後に映ってるのは生徒さんのお家で飼っているワンちゃんです。めっちゃ可愛いですよね。はい、マドレーヌちゃんって言うんですけどね、マドレーヌちゃんと挨拶して、はい、帰りました。はい、最後はホールマーケットかな、ホールフードマーケットだったかな、ここがですね、まあ言ったらちょっと高いスーパーなんですけども、はい、このスーパーでアメリカの食事情はどうなのかということをですねしっかり、はい、勉強してきました。フルーツはこんなのだったりだとか、あと野菜だったりとか、お砂糖とか粉とか
か、あとはですねやっぱり食べてみたかったので何個か買ったりとかして食べたんですけど、やっぱりですねなんかすごく思ったのが大量生産してるので味が薄いなってすごく思いました。はい、日本の食材とかってね、例えばカブとかだったら結構味が濃くってしっかりしたちっちゃな穀物とかあるんですけど、全部が大きくて全部がねなんかちょっとあっさりしてるなって思いましたね。はい、日本のこんな感じでカリフォルニアロールがあったりとか、あとはですね雪見大福とかも売ってましたよ。日本の文化も入ってるんだなと思ってびっくりしました。はい、マフィンはですねこれ写真で見ると分かんないですけど、やっぱり大きいです、サイズが。でこのホールフードマーケットとかな、はい、ここのマーケットはですねすごく富裕層の方が行くということで高いスーパーなので、ケーキはすっごく綺麗かったです。はい、いろんなことを聞いたんですけど、他のとこはこんなにケーキ綺麗じゃないからみたいなことをね現地の生徒さんに言われて、あ、そうなんだと思いましたけど、はい、今いるのが牛乳売り場とかでいましたね。はい、まあ、ということで、すごく短い期間だったんですけども、アメリカに行ってきました。アメリカの食事情だったりだとか、日本のカルチャーはどれぐらい根付いているかだったりとか、まあ、ちょっと夜はラスベガスで遊んだりとか、いろんなことを経験させていただきました。アメリカ在住の生徒さんに会ったりとか、その生徒さんのお友達と一緒にレッスンしたりとか、本当にいろんな経験をさせていただきました。これからもですね、私は海外に向けて活動いっぱいしていきますので、動画をご覧の皆さんも一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。最後まで動画見ていただいてありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。